でとう、おめでとう、はい、おめでとう、はい、ありがとうございます。おお、はい、せやさん、いいと思います。毎回そこ被ってると見えねえから。あ、すいません。なんか前も言ったよね、これ見えないとさ、はい、こっちさ、バランスさ確認しながらやってるからさ、効率悪い。すいません。なんで言ったら直んない？なんで言ったら直んない？なんか言ってた。言ったよな。なんか全然いい感じですよ。みんな見ます？結構通ってるし、ね、なんかもう見てもしょうがないかな。これいろんなパターン。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、めちゃめちゃカメラ見てる。ハッピーバースデートゥーユー。ビビった、ビビった、超ビビった、マジ。焦るから、マジ。喧嘩とかやめようよ、マジで。最初からカメラ見せたじゃないですか。カメラ撮ってたんだよ、撮ってたんだよ、マジで。やめてよ、分かった、分かった。誰がすごい。分かった、分かった、しょ。誰がすごい。誰がすごい。すぐピンタクスだよ。いえ、チキーン、これ嬉しい。おめでとう。お誕生日おめでとう。やばい。チキンにろうそくのろうがたっぷりかかってる。あ、結構合うんだよ、それ。あ、すごい、毒見て。消そう、消そう。毒チキン。どん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 。おめでとう。あ、マジ。確かに今の話分かりづらかったわ。もうどな、確かに、これはあれか、いやでも、なんか、ヒートアップもしねえし。そう、ヒートアップする前に、スピードで乗り切ったね。逃げ切った。逃げ切れてないよ。いやいや、もう違う違う、そんなことある。これどう、どうすか、どうすか。兵器じゃないんですよ。ほんとだ。ヘギソワ、ヘギソワって手に入るっていうこと、え？
これこの実際のフィギそばのこのなんだっけこう材料的なやつのスタッフさんが、でこれは手作りらしいです。あマジで？うん、これすごい手作り感。手作り感。でもこれはあのまああのキャンさんの好きなヘギそばです、うん、このあの麺ちゃんとヘギそばです。これはこれ何作ったってこと？いやね、これはあのヘギそばとしてこれを提供しているお店が、うん、この入れ物はさすがに提供しない。そうだからキャンさんもほら絶対ヘギにこだわるじゃないですか。ヘギすごい、なかなか似ないよね。誕生日でこうヘギそばを食らうっていいんですか？じゃあいいよ。あいいんですか？遅、ね、くもないけど、じゃあ、ね、チュルッとすごい、このそばの香りとともにこの何だろう、ヒノキの香りっていうんですか、このこ DIY ですよ。すごいボンドが高いね。結構ねボンド作りたてですからね。ボンドとこの木の香りが、あ、じゃあやっちゃいますか。はい、じゃんじゃん。何ですか？ワンコじゃねえ。じゃあせっかくなんで、じゃあいただきます。ありがとうございます。一昨日ぐらいね、こう俺事務所来たらね、こうスタッフさんがこれノコギリでガーッすごいな、ありがとうございます。手作りでなんかな、おいしい。そうやって言ったらおいしい。じゃあ早い、食ってないのよ。なんだろうな、なんか食いづらいな。これ何、うん、これ何、これわさびわさびでしょ。じゃあいただきますね。そば食いだね。そば食いだね。いや、すごいなんかスマック頼むよ。コメント動画今撮ってたんだけどね、こうついでに撮りましたから、この今カメラがあった、カメラもちゃんとね。いや本来でもね、これやるときいつもカメラねあんま回ってないから。ピカピカだよ。ピカピカじゃないですか。あーこれ塊だね。もうすごいよこれ。ケイトみたいな。本当にうまいんだろこれ。大丈夫？ひぎってますよ、ちゃんと。いただきます。そばもでも正直に、うん、今日はね、どこのものかを、ね、出してない。そう、出してないです。感想が言いやすい。おいしい？早いな。まあ、それも早い、それでも早いね。ケイさん、何回チャレンジするこれ。わかるでしょ、答えは。おぉ、いかがですか？これ、いや、でも、で正直に、すっごいまずい。時間が経っちゃった。ずっとスタッフで乾燥してたのかな。ごめんなさい、ごめんなさい。これは何でしょう。あったはずなんですけどね。時間がなってんのかな。そうだな。時間が、つっこの何だろう。いや、香りとかなんか出てる気がするんですよ。いや、もうそばね、香りで楽しむみたいなのあるじゃないですか。ちょっと。これが意味ないもん。意味ないな。もうこれあれ、このぐらい箱で売ってる輪ゴムみたいな特殊なやつ。なんだろうな。ちょっともう一回行ってみようかな。いや、もう一回行こう。いや、つゆが足りなかったから。そうそう、ちょっとね、一回ほぐして。キャンさんなんて好きでもそば好きなんだからね。好物をね、誕生日だから。好物つゆで。そう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 。潤して。おもてなし。あ、そう、潤して。水分。はい、いい音だったよ今。あ、特急でも。ああ、粘土食ってるじゃん。より悪くなった。なんでなんだろう。さっきより、うん。え、そばってこんなまずくなる？え？これはこちら。え、リアルに、ごめん、これドッキリとかじゃなくて、リアルなそばを今用意してんだよね。そこまで、その、リアルな、リアルなそばです。これは。リアルな。じゃあ食べれないものを出そうっていう発想はないです。これなんだこの。え、でもこれは確かでもうん、間に合うところで、うん、あのまあなんか都内になるのかな。あ、本当に？で、ヘギそば的な、はい、あのこのものを入れている。うん。そうそう。ただあのところを探してきたわけ。あ、そう。出前がでとかじゃないんですよ。そうそう、その店舗で購入したものをこの形にして提供させていただきました。全然進まなくなってきた。なんだろうこのボソボソの後からのネチ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 。いや、ごめんなさい。いやあのね、いや粘土ですわこれ。
こっちでいいかな。そう、そばのようにね、長く他のメンバーも行きますよね。ずっとずっと行きますか。いやでも悪いよ、それは。いや、そうか。一応、僕だけ置いてみる。一応悪いよ。素晴らしい。キャンさんの大好きなこのそばをね、負けちゃうな。ガンガン行ってほしいよ。感動すら覚えるよ。ちょっとじゃあ、そば。おおおおやべ、マジ粘土だ。マジ粘土？なんだマジ粘土って。食べたら分かる。食べたら分かる。食ってみ、食ってみ。うわー、これはすごいぞ、ある意味。これはすごいね。いっちゃえ、いっちゃえ。はい、じゃあこの一ブロックいただきます。ほんと粘土だ。正しい。冗談じゃないんだから。うわー。なんかほぐれになるのかな。うわー。すごいね、これ。ちょっと、うわー。語彙力使って。ボソボソなったのネチネチってマジだね。ほら冗談じゃないのよ。これちゃんとしっかりした食レポ。食レポ。ね。あ。ぐにょぐにゃぐにゃぐしゃぐしゃぐしゃぐにゃぐにゃ。すごいぞこれは。うわ。うわ。これ温厚な人も怒るね。これはね。温厚な人も怒る。いやいや思い出になりました。食べたくないんだもん。そうもう何より思い出。そう。うん。ああよかったよかった。食べたくないんだもんこんな。ハッピーバースデー、ね、忘れられないハッピーバースデー。ありがとう、おめでとう、ありがとう、いい誕生日になりましたよ、ありがとう、すごい。